んにちは。オカリナのツボです。ね。今日はね、よく生徒さんやらいろんな人から質問を受けます。先生はなんでそんな滑らかに吹けるんですか？まあ先生やからです。別に自慢してるわけじゃないんだけども。でもそう思ってる人多いでしょ。なんでそんな滑らかに吹ける、まあ、逆に言えば言いたいことはなんで自分はそんな滑らかに吹けへんにゃっていうことね。でそれはあんまり言われるもんやから、その自分が教えている時に使う基礎練習、まあいろんなあのね教則本はあるけど、やっぱり自分が普段感じていること、自分はこう思うっていうこととやっぱり違うでしょね。書く人によってまあ大概内容似たり寄ったりなんやけど、でもどれを使ってもしっくりこないので、まあ一応使ってるのを決めてるのはあんやけど、別にそれが特にいいから決めてるわけではなくて、まあ何でもいいやって言うて選んだんですけどね。だからやっぱそれではあかんなと思って、そうやって滑らかに吹けるためにはどうしたらいいんですかって聞かれるので、それをなんか基礎練習でやったらいいかなっていうのを自分で、もう今時手書きですよ。もうパソコンみたいな新規臭いもんよりも手書きの方が早いんで、手書きで書いて生徒さんに渡して、それを毎回基礎練習でやってもらってるんです。でそれの今日はまあ最初の方だけちょっと滑らかに吹くために書かれてる最初の方だけちょっとやってみると、まずその日の一番最初に出す音は相の音です。でこれを4分の4拍子で不転2分音符、3拍ですよね。だから3拍吹いて1拍休んで、3拍吹いて1拍休むというのを4小節やります。こんな感じです。これ前にもその音だけって言うてやりましたよね。ともかくまっすぐ吹けよっていうやつね。でこれがまず一番で、やっぱりねまっすぐ吹けへんかって話にならへんしね。でそれができたら、今度は2番は今の不転2分音符やったやつを四分音符に分けちゃいます。四分音符3つにしますね。四分音符3つと不転2分音符って一緒でしょね。四分音符3ついうことが1拍2拍3拍やからね。でそうするとこうなるわけね。簡単ですよね。でも実はこれには僕はすごい意味を込めて書いたんで、で要するにさっきやった不転二分音符っていうのは伸ばすわけですよね、三拍。ということは、きれいに音が揺れなくて吹けたら、すごいきれいに三拍音が流れていってるわけですよね。滑らかなんですよ。もう三拍伸ばすっていうのはもう滑らかの極致でしょ。どこも切れへんわけだから。で、ところがそれを今言った2番っていう形で四分音符3つに分けたときに、一番あかんのがこうなるのが、よくあるパターンです。要は四分音符が3つ並んでるのに、その1個ずつの四分音符の間に休みがあるっていうか、空白があるわけね。切れちゃってるわけですよね。そうそうそうね。これダメでしょ。でもう一個よくあるパターンは、切れてはいいひんやけど、タンギングが強すぎてそうそうそうってなってるね。これダメだから、じゃあどうすればいいかというと、どうすればっていうか、どれが一番いいかというと、まるで一番でそう三拍伸ばしましたよね。そのように聞こえる。四分音符三つを吹いた時にもそのようにで、そうやからっていうシャレじゃないんだけどもね、伸ばしてるのと変わらへん感じに聞こえるように。だから1番が、で2番は、
正解。これをやってもらうためにそのプリントを作ったのです。あかんパターンをもう一回やっておくと、ね、もう一つ、これダメな2大パターンで、いい方、だから3拍、どっちにしても3拍分息は出してるわけやけど、それを1回ずつ、1拍ずつで息をトゥートゥートゥーってアップアップするんじゃなくて、トゥーって伸ばしてるまま、トゥーって伸ばしてる間にこうタンキングでトゥートゥーって舌が動いてるわけね。それがトゥートゥートゥーってなったらダメなわけね。ね。でそれで例えば、何が言ったかな、ふるさとを吹いたら、これ今4小節一息でやりましたよね。だからこうやって極端に言えば、っていうふうに息をずっと出しっぱなししてるわけね。ただその中でドゥードゥードゥードゥっていうタンキングを入れてるだけ、ね、でそうでなかってさっき のそう3つ伸ばしたのあの四分音符を3つ吹いた時に間が切れたようなパターンでなるになると、なりますよね、切れると。でもう一個のあかんかったパターンのタンキングが強すぎる、いいのは、ね、だから皆さんもねぜひやってみてください。まず別にその音でも何の音でもいいんだけど、あんま低い音やったらやりにくいし、高い音でもやりにくい、やっぱりソーが一番いいかな、ソーらしいぐらいのあたりね。それで最初伸ばす3拍、別にこれ何小節でもいいしね。でそれを次に、一本の音に聞こえるようにでも四分音符を吹いてるっていうね。これがねできたらね滑らかに絶対吹けます。ただその前提に指がちゃんと動いてないと無理ですね。指を考えながら吹いてたら考えてる瞬間必ず息は止まります。だから切れちゃいます、どうしても。だからそういう意味ではまあ指がこうまず動くことが第一なんやけど、でもその毎日やらはるかどうか知らんけど、その基礎練習をやらはるときに今のことね、伸ばしてみる、切ってみる、あ切ってみるじゃないや、タンギングをしてやってみるっていうのをねぜひやってくださいね。それが曲で今同じ音でやってるから簡単なんやけど、これが曲になると音変わるでしょ。やっぱり難しくなるわけね。そやけどもその簡単に1個の音でそういう練習をして、それがなんか頭の中にインプットされて癖になったら必ずできるようになります、指さえ動けばね。竹ありますよね、竹。最近あの竹のほうきってあんまり見ようになっちゃったけど、竹には節ってありますよね。ね、だからタンギングはその息を出すっていうのは竹の棒、竹そのもの、竹本体ですよね。でタンギングがその間にある節ですよね。ね、そういうふうに考えたら分かりやすいかなと思うんだけど、ただ竹はこう一本の竹言うてもその節のところが外が膨らんでるでしょ。持ったら引っかかるようなね、膨らんでますよね。あの状態ではダメなんです。だから竹の外側に出てる節を削っちゃって、こう一本のツルツルの棒にする。棒っていうか竹をね。ね、そうするイメージ。そうすると滑らかに吹けるようになると。思います。だから今日はちょっとおまけに最後にあのふるさとをね、なるべくあのスラーは使ってないけど、でタンギングを全部してあの滑らかに吹いてね、のを聞いてもらって、それで終わりにしたいと思います。